皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。2021年の最強開運日はなんと3月31日でございまして、なんとですね、一粒万倍日、それから天赦日、虎の日というこの3つが重なる最強開運日ということで、こういう最強開運日を信じている方は開運をしないということをね、ぜひ覚えていただきたい。開運日って適当ですからね。もう何の意味もないですからね。この開運日に始めるとかやってる方は間違いなく開運しないですから、今開運する秘訣というのは思い立ったらすぐやることです。今日が開運日だからやるとか、今日は開運日じゃないからやらないとか言ってる人は絶対に開運しません。今の時代というのはとにかくすぐやってみる、これが一番大事です。なので、例えば今が、例えばね、その別に開運日じゃなかろうが、何か悪い日だろうが、今これやってみたいんだけどなって思った日にやった人が間違いなく開運します。間違いなく成功します。これはもう絶対に間違いないんです。で、それを、いや今日はなんかちょっと悪い日だからやめといて、あ、3日後が一粒万倍日だからこの日から始めようっていう人は絶対に成功しませんので、覚えておいてください。開運日を、そもそもね、開運日を調べて開運日に何かやろうっていうのは、もうその開運日に依存してるわけですよ。もうそういう態度っていうのは、自分の運命を、自分の運を持ってくるっていうことを、幸運を逃してる態度なんですね。で、開運日など関係なく、自分で運を、幸運を引き寄せる、開運を引き寄せるには、自分がどん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 考えて行動してっていうことが一番大事で、開運日なんか気にしている人は開運しないんですよ、っていうことをぜひね、覚えておいてほしいんですね。なので、2021年の開運日は3月31日ですけれども、もしやりたいことがあったら今すぐやってください。出ないと開運しないですから。で、今すぐやってダメだったらすぐやめればいいわけですし、ぜひね、それをね、信じていただきたいんで、そもそもじゃあ、過去最強開運日と言われた日が開運だったのかって2020年覚えてますか ?2020 年の最強開運日は1月の22日です。1月の22日2020年ですけれども、一粒万倍日、それから天赦日が重なる最強開運日と言われた日ですけれども、この日何があったか知ってますか？1月22日、ちょうど日本で新型コロナウイルスが騒がれ始めたのがこの1月22日あたりです。もうまさに、全世界、日本をね、まあ、不幸に陥れたこの新型コロナウイルスというのが、日本でニュースになり始めた日が一粒万倍日であり、虎の日、天赦日である最強開運日と言われた日ですよ。このあたりから日本で報道が始まります。中国でどうも大変らしい。このあたりなんです。なぜかというと、これはね、私のツイッターの投稿とかブログの投稿を遡って分かったんですけれども、1月22日の1週間ぐらい前までは、インフルエンザ自慢の投稿なんかするなっていうことを私投稿してるんですね。ってことは、1月22日前まで、1週間ぐらい前まではみんな平気で、コロナのことなんか知らずに、インフルエンザかかっちゃいましたみたいな投稿を平然と SNS でしてたんですよ。ところが1月の22日あたりから中国の、この時は新型コロナウイルスとは呼ばれてなくて、中国肺炎とか新型肺炎と言われ方しておりましたけれども、なんか中国でやばいらしいぞというのが話題になり始めたのが1月22日あたりです。つまりこっから日本も世界の運命も急に悪い方へと行った、まあ日本にとってはですよ、このあたりから急にもうなんかこうイベントやっちゃダメなのかなとか、リアルでやっちゃダメなのかなみたいな出発点が1月22日。つまり全然最強開運日じゃないわけですよ。この日から始めたものはむしろやらない方が良かったわけですよ。私も、イベントとかセミナーをやってますけれども、例えば1月ね、この日、1月の22ぐらい前までは、3月にこんなセミナーやりますとか、どん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 イベントを入れてたんですよ、セミナーをね。だけど結果としてどうなったのかっていうと、全部キャンセルですよね。もう新型コロナウイルスの影響で。つまり、1月22日が最強開運日だとか言って、じゃあ3月にこんなイベントやりますとか、4月にこんなことやりますって言った人は全部失敗してるわけですよ。だから最強開運日なんて嘘なんです。っていうことに気づかないと本当に開運しないですから、ぜひね、皆さん最強開運日などに騙されず、
毎日が自分の開運日で、開運日にするのは自分の行動だっていうことをぜひね、肝に銘じていただきたいなと思います。